それでは皆様お待たせいたしました。本日のオンライン合同学校説明会を開催いたします。全国の高校を見てみようということで、本日のテーマは探究的な学びを推進する高校です。本日も素敵な魅力的な高校5校にお集まりいただいております。この説明会は全国の中学生、また保護者の皆様を対象としております。早速今ご覧いただいている皆様へのお願いです。ぜひですね、今日出てきていただいて高校の皆さんに聞いてみたいこと、質問したいことがありましたら、チャットまたは Q&A の機能を使って、どしどしご質問をいただけたらなと思います。今画面にも出ております、画像のように吹き出しマークにあるチャットまたは Q&A、どちらの機能でも問題ございません。どんな質問でも OK です。実際にその地域にいた高校生はどんな土日を過ごしているのであったり、そもそも学校の規模であったりですね、長期休みって何してるのとか、入試どんな試験があるのかな、気になることがありましたら、ぜひチャットまたは Q&A の機能を使って、どしどしご質問をお寄せください。まずですね、本日のこの会の目的なんですけれども、まずはたくさんの学校と出会っていただくことを目的としております。今ご覧いただいている皆様、地域未来留学、なんだか気になるなと、興味を持っていただいているかと思います。まずはたくさんの学校と出会っていただく。さらにそこからどんな学校が自分に合ってるかなというのを、ぜひ自分だけではなくて、ご家族の皆様とお話ししていただけたらなと思います。そして気になった学校が見つかりましたら、ぜひ今日からですね、調べていただいて、現地見学であったり、また個別の説明会、いろんな企画を用意しておりますので、ぜひそちらも確認していただけたらなと思います。本日の会の流れはこちらのようになっております。まずは地域未来留学とはというお話の後に、本日ですね、学校説明会、今、6校と書かせていただいてるんですけども、急遽ですね、平舘高校さん、岩手県の平舘高校さんが欠席となりましたので、5校でお届けさせていただきます。もしですね、平舘高校さんのお話聞きたかったという方、気になる方おられましたら、平舘高校様で直接お問い合わせいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、平舘高校さんが欠席となりましたので、本日は今書いてあります。5校でお届けさせていただきます。その後はですね、質問コーナーということで、皆様からの質問をいただきながら、フリートーク進めさせていただきたいと思います。ではもう早速ですが、まずは地域未来留学とはということで、地域未来留学とは、都道府県の枠を超えて、東京や大阪のような都会ではなく、魅力ある地域の学校に入学して、充実した高校3年間を送ることです。これまでの通学科の圏内であったり、偏差値での高校選択とは異なる選択肢となっております。地域未来留学では、自分の行きたい場所、自分の興味や関心などを軸に進路を選択していくことになります。今ここにも素敵な写真写しているんですけれども、自分のこんなことしてみたいだったり、その地域でしかできない学びをやってみたい。そういったところを軸に自分に合う学校をぜひ探していただけたらなと思います。例えば、海の近くの学校がいいな。山がある学校がいいな。であったり、周りの自然環境っていうのもポイントになるかもしれません。こちらは通学路だそうですね。こういうふうに歴史情緒を感じるような中で高校3年間を過ごしてみたいであったり、青空の下、広いグラウンドで体育をしてみたいであったり、または、いわゆる普通科以外に芸術やそういったアートといったことを学べる学科やコースを持つ高校も全国にはたくさんあります。また、地域未来留学生は各地で3年間を過ごしていきます。その3年間を過ごす生活環境ってどうなのかな？寮なのかな？下宿なのかな？そういった生活するスタイルというのも決め手になるかもしれません。また、
この写真にあるようにですね、先生から教えてもらうという以外にも、生徒同士で教え合う、学び合う、または学校の中だけではなくてですね、地域に飛び出して、地域の皆さんと一緒に何かを作り上げていく、学んでいく、そういった学びの機会を多く設けている高校もあります。さらに、社会に出て即戦力になるような技術や資格、そういったものを高校3年間で身につけることができる、そういった高校もたくさんあります。何よりも皆さんが過ごす3年間、大切な3年間をどういった仲間と学びたいのか、誰と学びたいのか、こういったところも学校を決めるポイントになるかもしれません。学校選びは自分に合った高校を探すことです。皆さんが3年間を過ごす地域です。学びたいこと、やりたいことは何かな？自分が自分らしくいられる環境って何かな？高校3年間でしてみたいこと。さらには、高校3年間を過ごしたその先、どうなっていたいか。こういったところをポイントに考えていただけたらなと思います。自分の通う高校は、ぜひ自分で決めていただきたいなと思っております。本日もですね、今表示してあります学校、6校と書いてあるんですけども、平らで高校さんは欠席となりましたので、5校の紹介をこの後順番にしていきたいと思います。3分という短い時間ですが、ぜひどんな学校かなというのをですね、キャッチしていただいて、どしどし質問をいただきたいなと思います。ではですね、各学校の紹介に入る前にですね、どんな高校がお集まりいただいているのかというのを、簡単にご紹介していきたいなと思います。ちなみに本日お集まりいただいている高校様は、北海道の更別農業高校さん、岩手県の岩泉高校さん、佐賀県の唐津青翔高校さん、北海道の桶戸高校さん、福島県の川俣高校さんの5校となっております。じゃあ、ここからですね、各学校様のお顔を見ながら、簡単に紹介をさせていただきたいなと思います。ここの皆様、お顔出ししていただけますでしょうか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらですね、本日はこちらの5校の皆様とお届けします。まずは、北海道の更別農業高校さんです。よろしくお願いします。更別農業高校さん、最近のニュースで言うと、生徒さんがひまわり迷路というものを、もう実際ひまわりを植えていって、そこで迷路が作られているというのを作ったそうで、地元の小学生たちが楽しいんだと。で、これどうやって植えてるかというと、もう今は農業もスマート農業ということで自動化されてると。そういったどのように植えるかっていうのも、もうトラクターの動きを生徒がデザインをして作っていく。そういった取り組みをされているということで、ぜひですね、この後のプレゼンでもどういった学びしてるのか、そのあたりを注目していただきたいなと思います。更別農業高校さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、続きましては、岩手県の岩泉高校さんです。よろしくお願いします。今、後ろにも素敵なポスター貼ってあるんですけれども、素敵な洞窟もあるんですが、皆様、今のシーズンは何ですかと言いますと、秋の味覚といえば松茸。もうまさに松茸のシーズンに入られたということで、早速楽しまれているそうです。ぜひですね、学校での学びだけじゃなくて、周りの自然環境、どういった食が楽しめるのか、そういったところもポイントにしていただけたらなと思います。岩泉高校さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きましては、佐賀県の唐津青翔高校さんです。よろしくお願いします。よろしくお願よろいししくおま願いします。す。ありがとうございます。唐津青翔高校さん、最近のニュースで言うと、東京から学校見学来られるということで、今もですね、もし今日聞いていただいて、もう直接佐賀まで行きたいなと思っていただけると思います。もう私もそう信じております。ぜひですね、はい、個ありがとうご別ざいます。に学校見学もですし、その時に街の案内もしていただけるそうなんですよね。はい、もちろんです。町と協力してお迎えいたしますので、ぜひお越しください。待ってます。ありがとうございます。そういうふうにですね、ぜひ個別の学校見学の機会というのも合わせて流していきますので、皆様チェックしていただけたらなと思います。唐津青翔高校さん、よろしくお願いいたします。
はい。では続きましては、北海道のオケト高校さんです。よろしくお願いします。かわいいキャラクター、オケバンバくん。あ、オケバンバくんと共にお届けしていただけるということで、北海道、なんと本日の最低気温0度。もう来ました、冬のシーズン。寒くなってきましたね。しかもなんと今週にはもしかしたら初雪来るかもしれないということで、ぜひそのあたりの雪との生活、雪を使った学びなんかも展開されていると思いますので、北海道地域、そのあたりも注目していただきたいなと思います。オケト高校さん、本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、最後5校目は福島県の川俣高校さんです。よろしくお願いします。お願いしまます。す。ありがたいですね。今日はもう生徒さんがお二人来ていただいております。ぜひ、現地の高校生どう思ってるのかなと気になる方は、川俣高校のお二人にどんどん質問投げていただけたらなと思います。川俣高校のですね、最近のニュースで言うと、実はここ音楽の街でもあるっていうので、中南米のなんか音楽を楽しむ素敵なお祭りもあったということで、街に1万人の人たちがやってきたという、そういうビッグイベントもありました。なんだか生徒さんも、ケーナっていう楽器とか吹けるよみたいなのを、吹けるそうです。そういった音楽も染みついた街での暮らし、ぜひ気になる方は川俣高校生まで質問よろしくお願いいたします。川俣高校の皆さんよろしくお願いいたします。お願いしはます。い。本日はですね、こちらの5校でお届けしていきたいなと思います。もう早速ですね、気になってきていると思います。早速、トップバッターの北海道更別農業高校さんから学校紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ただいま画面共有しますので、皆様お待ちください。合わせてですね、チャットの方チャットものまず方。学校から確認していただけたらなと思います。更別農業高校は、北海道十勝地方南部の更別村にある農業高校です。更別村は、農家1戸当たり約50ヘクタールという大規模な農業地帯で知られています。また、帯広空港から車で約12分というアクセスの良さも特徴の一つです。全校生徒98名で、各学年2クラスの少人数の学校です。教科や担任の枠を超えて、多くの教員が生徒一人一人に関わることがこの学校の大きな魅力です。本校には農業科と生活科学科の2つの学科が設置されています。農業科ではドローンを使った農薬散布や AI 技術を活用したひまわりアートや迷路の作成など最新の農業技術の学習にも力を注いでいます。生活科学科の副士コースでは2カ年で介護職員、初任者研修の資格取得を前提に授業を行っていきます。課外活動も充実しています。小学校や幼稚園、保育園、村の高齢者との交流も毎年行っています。販売活動では北海道外に行くこともあります。販売用としてスモモドリンクヨーグルトやコーヒー牛乳、トマトジュースやドーナツ、ソーセージなどを製造しています。地元企業のエアウォーターと共同開発した皿のおカレーも好評発売中です。ビネガーソースの皿別これ1本も好評です。また、本校敷地内でナタ菌を発見。貴重なナタデココの菌であることが分かりました。そこで、白い恋人で有名な石屋製菓株式会社協力のもと商品化を試みました。商品名をサラコッタとしました。今年度は漬物グランプリにエントリー。サラベツ産のスモモなどを原料に使い、廃棄される白菜を有効活用した白菜の甘酢漬けが全国金賞を受賞。各部の金賞から最高位のグランプリを決める決勝大会で準グランプリとなりました。学校で育てた野菜や花の苗販売などもあり、村の内外との交流も活発に行われています。自分たちで種をまき、
水をやり、収穫し、加工したものを販売するのはとても楽しいですよ。サラベツ農業高校で一緒に学びませんか？きっとワクワクできる3年間が待っていますよ。キャラベツ農業高校さん、ありがとうございました。皆さん、見ていただきましたか？ひまわり迷路、すごい大きさでびっくりしました。こういったお花だけじゃなくて、タラコッタ、食べてみたいなと思ったんですけども、ナタ菌という素敵なものを見つけて、いろんな形での商品開発をされてるというのが大変見ててワクワクしてきました。ぜひ、後半でもですね、生徒さんたちどんな頑張りをされてるのか聞いてみたいなと思います。サラベツ農業ココさん、ありがとうございました。はありがとうございましい。た。ありがとうございます。では、どんどん行きましょう。続きましては、岩手県の岩泉高校さんです。よろしくお願いします。お待ちください。他のユーはい。ザーが共有しています。ユーザーの共有を控えます。はい、置き換えていただいて大丈夫です。はい。よいしょ。はい。OK はでい、す。はい、それでは参ります。こんにちは。岩手県立岩泉高等学校です。岩泉町ですけれども、大体この辺にあります。大体合わせて東京から4時間半くらいです。山も海もある自然豊かな町なので、いろんな自然を体験できます。龍泉洞、それから大谷翔平選手が一押しの岩泉ヨーグルトが非常に有名です。本校についてですが、普通科1学年2クラス学級、大体120くらい名くらいの学校です。住む場合には本校の寮に住んでいただく予定です。近いです。3分ぐらいです。食事が充実しています。さらに学校給食があるので、昼食に困ることはありません。岩泉町からの補助がありますので非常に手厚いです。例えば国公立大学の学費半額、海外交流事業の渡航費無料などがあります。卒業イメージはこのようになっていることをイメージできると思います。それが可能にするのは質の高い授業、あらゆる進路に対応します。それから様々なイベント、部活動、8月の全国放送文祭、郷土芸能同好会が全国に出ました。今回のテーマに関してですけれども、気づきプロジェクトという探究的な学びがあります。8年目になります。学年ごとにテーマが分かれております。今日はちょっとその一例をご覧いただきたいと思います。4月に全校ガイダンスを行い、この意義を共有します。一年生はまず地域の課題を知るということで、地元の役場の方などが課題を伝えていただきます。7月には3年生集大成として気づき発表会、自分の進路に絡めた発表をしていただきました。今年度イベントも企画運営させていただきました。このように生徒が作ったポスターをもとに、様々なことを生徒が行うということです。それから2年生ではジオラマ防災教室というのを行い、防災意識を高めることを地元小学生と一緒に取り組みました。9月文化祭が行われたんですけれども、様々な企業とやり取りを行うのも生徒が行いました。楽しい企画も満載です。このようにすることで取り組んだことは自分ごとになり、いろんな力が身についてきています。その結果ですが、11名中8名、昨年度国公立大学に進学、就職率100%などとなっております。さらに、地元貢献したいという生徒が増えたことが嬉しいことです。募集人数4名です。ぜひこのようなフィールドで共に学んで夢を叶えましょう。以上です。何かあれば、本校の私までお願いしたいと思います。ありがとうございました。
すごいいろんな分野での取り組みがあって、なおかつジオラマ、防災でのジオラマだと、地元の小学生、自分たちだけじゃなくて、その下の世代の子たちと一緒に学んだり、形にしたりっていうのをされてるっていうことなんですかね。そうですね。はい。今年度から始めております。はい。おー。ぜひですね、こういう地域の皆さんとの連携もそうなんですが、同じ地域で学ぶ子供たちとどんな取り組みしてるかっていうのも、ぜひ気になる方は質問もどしどし受け付けておりますのでよろしくお願いします。上泉高校さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。続きましては、佐賀県の唐津青翔高校さんです。よろしくお願いします。よろよしろしくおくお願願いいししまます。す。お願いします。ただいま画面共有しておりますが、見えていま見すえでましょうた。はか。い、大丈夫です。お願いします。はい、それでは始めていきます。唐津青翔高校だからできる等身大の探究学習について説明をします。はい、私も一緒に勉強したいと思います。探究学習って難しそうですが。唐津青翔では生徒さんの知りたい、やってみたいを大切にしています。はい、先生、詳しく教えてください。そもそも探究学習って何をしてるんですか？青翔では自分で課題を設定し、情報を集め、整理、分析し、発表をしています。なるほど、このサイクルの中でいろんな力が身につくんですね。2年生の総単では、インターンシップで見つけた課題をテーマにしています。保育園でインターンシップをした生徒が、やんちゃな児童を上手に叱ることができなかったと感じました。その経験を経て、この子はテーマにし、良い叱り方について探究学習を行っていきました。なるほど。そしてどうなったんですか？はい、アンケートや聞き取り調査を中心に探究を進め、気持ちに寄り添って同じ目線で叱ることや、人格ではなく行動を叱ることが大切であるなどの答えを見つけることができましたよ。あ、なるほどですね。また別の生徒さんは、スーパーでインターンシップをした時に大きな声で話すことができず困っていたのですが、この子も探究を進めていく中で、自信がつけば大きな声で話せる、だからいろいろなことに挑戦していこうと行動を変えていくことができました。まさに探究学習の力ですね。3年生では自分の将来に焦点を当てた探究を進めていきます。看護学部に進学希望の生徒は、看護師の人手不足を解消するための方法を探究したり、まちづくりに興味のある生徒は効果的な広報の手段などについて探究を進めています。唐津青翔高校は総合学科の高校ですよね。総合学科の一番の魅力といえば、何といっても系列での学習です。青翔には5つの系列があり、自分の興味や将来に応じて系列を選択することができます。好きなことを集中して学べるわけですね。系列の授業ではより専門的な探究学習を行っています。例えば環境系列では、学校のすぐそばの川の河川改修をテーマに探究を進めたりしています。系列の授業でも地域に根付いた等身大の探究活動を行っているんですね。ここでお知らせです。唐津青翔高校は校舎のリノベーションを進めています。未来、世界、地域と密接につながりながら学習できる施設ができるんですね。高性能 PC を備えたデジタルアートスタジオや DX ルームを設置したり、里山、里海を再現した水族館を作ったりしています。こうした最先端の施設をフル活用した探究学習ができるようになります。リノベーション、地域とのつながり、そこに探究学習を掛け合わせることによって、新たな時代が想像できるわけですね。等身大の探究学習を出来たてほやほやの最新施設で一緒に作っていきませんか？はい、唐津青翔高校に少しでも興味を持ってくださった方、もっと知りたいよという方、ぜひぜひこの後個別説明会も準備していますので、ぜひお気軽にご参加ください。待って待ってままーす。す。青翔高校さん、ありがとうございました。もう早速、この会が終わった後、8時10分からも個別説明会があるということで。
ぜひですね、気になる方は、この後の個別説明会もそのまま参加していただけたらなと思います。いいフレーズが出ましたね。等身大の探究学習ということで、ぜひ今日ご覧いただいている皆様も、自分のテーマってこれってできるのかなとかっていうこともですね、直接聞いていただけたりなんかすると、自分の高校でのイメージが膨らむんじゃないのかなと思います。唐津聖書ココさん、ありがとうございました。はい。では続きましては、北海道のオケト高校さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。画面共有をします。はい。見えてますかね。はい、バッチシです。お願いします。じゃあこれからオケト高校の紹介をしていきます。よろしくお願いします。オケト高校っていうのは、全国の中でも唯一福祉科しかない学校です。今日はオケトの妖精、オケバンバ君と一緒にこの学校の紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、在校生の出身地ということで、今年度から全国募集の方を始めまして、東京都、神奈川県から生徒が来ているほか、ご覧の通り北海道各地から生徒がオケト高校に来ているよっていうような状態になります。この真ん中のピンクの丸、ちょっとどんどん大きくなってるんですけど、こちらがオケト町のあるオホーツク管内にあるオケト町の場所になります。学校の玄関、それからグラウンドの方を向いて撮った写真なんですけども、ご覧のように山々に囲まれた自然豊かな町になっております。先ほど紹介にもあった通り、本日最低気温0度となかなか冬が近づいているところです。オケト高校福祉科とはということで、全国唯一の福祉科単独設置校、昨年度より全国募集を始めまして、全校生徒現在31名と、なかなか規模としては小さい学校かなと思います。全校生徒の8割が寮生活をしています。魅力としては、3年間で介護福祉士の国家試験の受験資格を取れるところかなというふうに思います。コースについては、プロフェッショナルコースという介護福祉士を目指すコースと、ダイバーシティコースという、さまざまな進路に進んでいくコースの2つに分かれています。プロフェッショナルコースでは、3年間で455時間、の介護実習、実際に高齢者施設で行います。またこちら学習の様子なんですけども、左は福祉スポーツの一つであるモルックを実際にやっている様子です。で、右の写真3枚については、介護技術を実際に学校の中で勉強している様子になります。こちらの写真全部2年生なんですけども、2年生は今実際に介護実習に、現場の施設に行っている。そんな形で、現場でも生きる、実践的な学びをしているっていうのが、オケト高校の特徴になるかなと思います。またダイバーシティコースについても、非常に少人数なので、その中で、個別に合わせた学び、望んでいる進路に合わせた学びっていうのを行っております。それからオケト町自然豊かなので、その自然を生かして体験的な学びだったり、探究的な学びというのを実施しているところです。生徒の様子としては、こういった形で、これは寮での生活の様子、イベントの様子なんですけども、バーベキューをしたり、花火をしたり、そういった形で、充実した生活を送っています。オケト町からも、入学時の支援だったり、3年間を通した寮費の支援だったり、それから帰省する際の飛行機のチケットをオケト町の方で用意してもらったりだとか、オケト町で3年間働くことを条件として、3年間で120万円を超える、奨学金、給付型の奨学金を受けたりということができます。オケト高校、ちょっと、足早にはなってしまったんですけども、少しでも興味を持っていただけたら、ぜひご連絡いただけましたら、個別の見学等も現在、地域未来留学から参加いただいてますので、何かありましたらご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。福祉を軸に置いた学びを展開してるっていうのと、あとは、町からの支援がすごいバリエーションがあって、
ぜひですね、自分のなんか学びを、こういう支援を受けた中でやってみたいという方はですね、この後の質問もぜひ投げていただきたいですし、個別で問い合わせ、また今、チャットの方にもですね、オケト高校さんの SNS 等の情報も投げていただいております。こちらも合わせてチェックしていただけたらなと思います。オケト高校さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん、チャットの方にオケバンバ君の紹介も書いてありますので、ぜひご覧ください。では、最後、5校目は福島県の川俣高校さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくまおす。願いします。ね、頑張って。今、共有かけます。はい、お願いします。共有いってますか？お願いします。これから川俣高校の紹介をします。川俣高校の総合的な探究の時間は、1年生では川俣町の人にスポットを当ててインタビューをして人物図鑑を作成します。今年度からの取り組みです。これをやることで川俣町の魅力を発見します。2、3年生では人物図鑑の人たちと触れ合いながら、農業体験班と PR 動画作成班に分かれて活動します。まず PR 動画班の活動を紹介します。この方は映像クリエイターの佐原さんです。プロの方から映像制作の指導を受けています。まずは素材集めです。魅力のある場所やお店を取材します。昨年作成した動画をお見せします。この動画は YouTube で見ることができます。他の動画も視聴できますので、ぜひご覧ください。次は農業体験班の紹介です。地域の人の指導を受けて土作りから始めます。今年の作物はカレーの材料になるものです。夏にはこんなに成長しました。収穫した野菜は収穫祭まで保存します。次は収穫祭の様子です。全校生徒52名を9班に分け、それぞれの班に地域の人も加わり、調理します。かまど係、調理係に分かれて活動開始です。大量にご飯を炊きました。同時にかまど係は火をつけます。コンロは工業コース選択の選択生徒の手作りです。畑で採れた野菜を切り、鍋に入れて煮込みます。いただきますの前に、開催式です。川俣町の町長さんもお見えになりました。いただきますの後はみんなで会食です。それぞれの班に隠し味があり、いろんな味が楽しめたので最高の収穫祭でした。このように総合的な探究の時間では地域の人々が協力してくれます。そんな温かい人が暮らしている川俣町を紹介します。福島県の中で川俣町は中通りの北東に位置し、近隣には県庁所在地福島市があります。画面をご覧ください。このように各地からのアクセスには自信があります。送り出す親御さんも安心です。生徒のやりたいを先生方を応援してくれます。生徒のやりたいに地域の方々は協力してくれます。私たち生徒はやりたいを叶えられる。それが川川俣俣高校高校です。です。皆さんも一緒に学んでみませんか？詳しくは学校のホームページ、公式ノートをご覧ください。ホームページからインスタグラムにもアクセスできます。以上で川俣高校の紹介を終わります。ありがとうございました。はい。川俣高校のお二人ありがとうございました。最高な写真たくさんでしたね。収穫祭がとても楽しそうだというのがよくわかりました。自分たちでカレーの食材を作るっていうところからやっちゃうんですね。みんなで隠し味もなんかチームで違ったりとかするんですか？はい、とてもああ。感があったり、あとあうんうん。のコーヒーとかヨーグルトとか隠し味で入れたりとか、
いいですね。なんかそういう試行錯誤をしながら、なおかつそういう恵みを地域の皆さんと楽しんでいると。あ、今チャットの方にも収穫祭の様子が見れるノートのページ共有していただいてますので、ぜひ気になる方そちらもクリックしながら、この後の質問コーナーも見ていただけたらなと思います。川端高校のお二人ありがとうございました。ありがとうございました。はい。以上で本日の5校による学校紹介。短かったんですけども、させていただきました。ここからはですね、質問コーナーということで、今ご覧いただいている皆様からの質問を受けながら、フリートーク進めさせていただきたいと思います。ぜひですね、ここまで5校の紹介を聞いてきて、ここ聞きたいな。ここってぶっちゃけどうですか？みたいな質問したいことはですね、チャットまたは Q&A の機能を使って、ぜひご質問、どしどしお寄せください。じゃあ、ここからはですね、再度、今日集まりいただいている高校の皆様のお顔を見ながら進めていきたいと思います。高校の皆様、お顔出しよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、皆様、合わせまして、チャットの方もご覧になりながら、ぜひ、ここからの質問コーナーも進めさせていただけたらなと思います。最後の川田高校さん、隣の町は UFO の里としても知られてますというすごい面白そうなネタをチャットに投げていただいております。ぜひですね、皆さんからの質問もお待ちしながら、私の方からも聞いてみたいなと思うんですけども、結構各地の学校さん、いろんな探究の活動してると思うんですけども、逆にですね、もうちょっと地域のことも聞いてみたいなと思いました。それぞれの学校のある町自慢といいますか、ここいいよみたいなところを聞いてみたいんですけれども、いかがでしょうか？もう、私のところから行きたいみたいなところがございましたら、オケバンバ君が震えてますんで、あ、まだちょっとオケト高校さんから聞いてもいいですか？はい、オケト高校は、木の町としてすごい有名なんですよね。で、オケクラフトっていう食器は給食にも使われてるんですけど、こちら昨年度のポスターなんですけど、こちら校舎も木をふんだんに使っていて、そういう木を生かしたクラフトだったりとか、それを実際に1年生の授業の中で体験したりもするので、そういう部分が町の魅力かなと思います。もう素敵ですね。給食も魅力的だなと思ったんですけど、給食の食器も町で採れた木で作られてるということで。ちなみにそうしましたら、木をテーマに、こうなんか探究を進める生徒さんもおられるんですかね。そうですね。町のその工芸館みたいなのが町に何個もあるので、そこに行っていろいろ見学したり体験したりっていうようなことをしている生徒もいます。おー、ありがとうございます。ぜひ皆様、この各地のですね、街の特徴を聞きながら、あ、なんか自分の興味のあることに似てるなというところがありましたら、チェックしていただきたいなと思います。では、川端高校のお二人いかがですか？川端高校のある街は、どんなところがはい。推しでしょう？と、古関裕二さんが、ゆかりの町で、だから音楽が盛んな町と言われております。古関とか、あとは食べ物が美味しいところです。川又しゃ食べも。物。しゃシもャ料モ。理とてシャモ。も、シャモっていう鳥がいて、その鳥を使った、まあ、しゃもの親子丼とか、ラーメン。ラーおメンとお。か。とても美味しいです。すごい。皆さんお腹空いてきたんじゃないでしょうか。さっき見せていただいた動画に出てた親子丼が、もしかして、そのシャモを使った親子丼ですかね。なるほど。ちなみに、皆さんのおすすめの食べ物とかありますか？川俣に来たら、これ食べてほしいみたいなのが。と回転屋って言って、大判焼きのお店なんですけど、その回転屋にしかないハムからしマヨっていう大判焼きがあるんですけど、それがとても美味しいです。おお、結構、川俣高校生も、放課後とか食べに行ったりする感じですか？いきます。ああ、皆さん、今ので
福島での生活、こういうなんか地元グルメ楽しみながら過ごしてみたいな、みたいなイメージを膨らましていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとう他のございます。高校の皆様いかがでしょう？うちの町は、あ、岩泉高校さん、どうでしょはい。後ろにポスターあると思うんですけれども、最初にちょっと説明した龍泉洞という水、洞窟がすごくいいかなと思います。洞窟なのですけれども、冬は暖かく、夏は涼しいので、もう快適に、過ごします。で、県内外、あと国内外から様々な観光客の方がいらっしゃるので、そこを中心にしたいろんな、催しであるとか、それからその水が最高に美味しいですね。例えばこういう水がですね、あって本当に美味しいです。甘くて個人的には一番大好きな水ですね。はい。あと先ほどもう一つあった岩泉ヨーグルトが、大谷翔平選手がある雑誌で一番おすすめですという、そういうですね、評価いただいたので、ぜひお試しください。はい。すごい。水からヨーグルトから、確かに岩泉ヨーグルト、私も美味しくてよく食べております。ありがとうございまぜす。ひですね、皆さんこの洞窟、自然環境も魅力的ですし、そこからの恵み、お水が美味しい、ここら辺もやっぱ生活する上では結構ポイントになるんじゃないのかなと思います。岩泉ココさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他の高校様、これに対してうちはこんな素敵なものがあります。あ、どう佐ぞ。賀県の唐津清翔高校です。なんといっても人の温かさですね。地域の方ですね、もう高校生にいろんな可能性を見出してくださっていて、いろんな提案をしてくださってます。高校生の、小さなつぶやきから拾っていろんなチャンスをつかみ取ってもらいたいなと思ってます。で、山も海もあり、いろんな絶景が有名です。一つは棚田浦、浜の浦の棚田っていうんですけれども、東京オリンピックの開会式でも上映されたぐらい有名なところです。ぜひチェックしてみてください。お待ちしてあまりす。がとうございまおす。願いします。確かに、周りの環境もそうですが、そこにおられる人の温かさ、ここら辺はですね、やはり今のこう話だけじゃなくて、現地に行って直接お話しして感じられるところもありますので、今ですね、各学校様、チャットの方にも体験入学、現地見学行けますよという情報を投げていただいてますので、行ってみたいなという方はそちらのリンクも合わせてご確認ください。では、サラベス農業ココさん、いかがでしょはい。サラベツ農業高校はですね、帯広空港から、12分ぐらいなんですけどね、正確に言うと。帯広空港に行けます。で、東京に行くのが90分ぐらいなので、合わせてだいたい100分あれば、学校から東京の方に行けるんですが、私たち札幌に向かおうと思うと、3時間半ぐらいかかるので、ここからさ、札幌に行くよりも、東京に行く方が、アクセスが、いいため、早く、着けますよというところが、いいところかなと思います。あとは、十勝ですね、豚丼とか、インディアンカレーとか、美味しい食べ物もたくさんありますので、来たら、そうですね、食べ物には困らないかなと。美味しい食べ物には困らないかなと思います。以上です。ありがとうございます。さすが北海道、広いですもんね。簡単に横に移動といってもかなり距離があるというのと、今、アクセスの話も出たと思うんです。各学校に行くのに、どのぐらいの距離かな？北海道遠いかなと思いきや、帯広空港からと結構すぐで、東京に出る方が北海道の中移動するより近いよという、ここら辺もポイントですので、たまにはやっぱ地元にも帰りたいけれども、大自然の中にこう身を置きたい、そういう方はですね、アクセスなんかもチェックしていただけるとありがたいかなと思います。ぜひ、今日参加していた高校様、ちなみにどういった経路で、それぞれの学校行けるかみたいなのをちょっとチャットにも投げていただいたりしてもいいんでしょうか。そうですね。アクセス、行きか。どうやってそこまで行くんだろう。川端高校も東京から2時間ぐらいで着けるんでしたっけ？あ、でしたね。ぜひですね、そういうなんかアクセスの仕方っていうのも見てい、
ながら、今、各地の推し聞いてきましたら、結構いろんなテーマで探究できそうだなっていうのを感じてきたんですが、実際に生徒がいろんな活動をしたときに、やっぱサポートしていただける大人の方がどれだけいるかっていうのがポイントになってくると思うんですが、学校の先生以外にどういう方がサポートまたは協力をしてくれたりするんでしょうか。またそういう場所があるかっていうのも聞いてみたいんですけれども、いかがでしょう。うちの生徒はこんな方とつながってやってますよや、こういう場所で放課後活動してるよとか、聞いてみたいんですけれども。あ、岩泉ココさん、よろしくお願いします。この中でも説明させていただいた気づきプロジェクトという探究学習の中で、地域の方や、それから、役場の方とか、いろいろ関わる機会があるのかなと思います。はい。特に今回、文化祭などで、地元の、キッチンカーの方、やり取りをして、実際に学校でそのキッチンカーを呼んで、なんだろうな、食べてもらったりとか、そういうやり取りもしたので、いわゆるそのやり取りを通じて、職場体験にこう変える、活動したりとか、そういう、つながりがあるのかなと思います。はい。様々な役割を、担ってる方、街は多いので、はい。もっともっと活用させていただければなと思っております。ありがとうございます。そういった街にいる素敵な大人の方々、まさに今行動している皆さんとの出会いの場はあるし、そこからどういう方とつながって形にしていくか、今キッチンカーのお話も出てきましたが、そこら辺はかなりいろんな多様なパターンがいけるんだなというのがお聞きしてよくわかりました。ちなみにそのキッチンカーは、実際にこう生徒が販売とかをこうお手伝いしたりとか、実際に行ったってことは。そうですね。そういう、お手伝いして、手伝ったのもありますし、あとは、キッチンカーで販売する方が、ダイレクトに販売した、ところもあったと思います。はい。おお、いいですね。自分たちのアイディアだけで止まるんじゃなくて、それが実際に誰かにこう対価をいただいてこう楽しんでいただく、商品として提供できる機会もあるということですね。ありがとうございます。ありがとうございまはす。い。他の高校様いかがでしょう。蒲田高校の皆さん、何か素敵なものを用意してますね。お願いします。はい、それが地域の方、壁下が今度10月19日に壁沢団地っていう川俣高校から近いんですけど、そこでちょっとしたお祭りがあるんですよね。琴の、高校、川俣高校生も参加するんですけど、琴の演奏をします。川俣フリートークっていう、なんか川俣町の若者が集まって、なんか川俣町のいいところを見つけるみたいな会があります。素敵。ちなみにそのチラシは、それも川俣高校生が作ったりとかしてるものですか？取材者。主催、これは主催者、主催が。主催者が作ってくれた。こっちとか。でも、一緒に授業やってるんで一す。緒にその総合的な探究の時間、さっきも言った、それのに協力にして協くれて力してくれてる、町の人で方、す。町の人です。おお、そういう授業で一緒にやっていただいてる町の方と、そういうイベントを開くっていうところまで行ってですね、結構毎回、川俣高校さん、こういう会に集まるたびに、こういうイベントを企画してますって。かなりいろんなイベント紹介していただけるので、高校生の皆さん、どんどん形にされてるなっていうのが、出会うたびに感じられて、こちらも楽しいです。ありがとうございます。さらに？あ、これ、反転してる。反転してる。反転してない。これもあります。高校進学フェス in 福島も開催され、これは日付はいつでしょう？10月26日です。10月26日には、高校進学フェス in 福島もあるということで、ぜひこの後チャットにも
情報投げていただけますと助かります。興味のある方はそちらのフェスも合わせて参加していただけたらなと思います。ありがとうございます。他の高校さんはいかがでしょう。あ、どうぞ、カラス青春高校さん。はい、本校には先ほど申し上げた5つの系列があります。例えば韓国文化系列では、地元にある名古屋城博物館に、校外学習という形でお邪魔していまして、そこにいらっしゃる、韓国からの、派遣の方ですねと実際に交流をしながら韓国文化を学んだり韓国語を学ばせていただいたりしております。その他、情報ビジネス系列では地域の、農家の方であったりとか、企業の方と協力をして商品開発をして、先ほど川本高校さんもおっしゃっていたような形で、週末に開催される地域のお祭りに出店をして販売の実習などをしております。各系列とも地域に根ざした活動というのに力を入れて探求を行っておりますので、地域の方々にも大変温かく見守っておりながら、見守っていただきながら共に成長しているような形です。また、放課後の時間についてはですね、多くの生徒がアルバイトを経験して、まあ、そのままアルバイト先への就職を考えてみたりとか、あるいはインターンシップ先でお世話になったその方のつてで就職を考えてみたりとか、そういった地域に根ざした活動というのを、力強く行っております。以上です。おお、ありがとうございます。今アルバイトの話も出てきましたが、授業の中だけの活動ではなくて、その後の課外活動であったり、そこから自分のその先の仕事、どんな仕事をしてみたいかというのも考える機会があるということで、あ、今チャットの方にも情報を投げていただいてありがとうございます。ですね、韓国との文化交流の歴史がかなり深い町ということですもんね。それに関連した学びも展開できるということですね。ちなみに、さっきの紹介でもリノベーションをかなり大規模にされるということで、いろんなものがこう出てきたんですけども、改めて どういったポイントがあるのかとか聞いてもいいですか。かなりサポートが手厚くなるなというのを感じましたが、いかがでしょう。そうですね、先ほどのリノベーションの中でやはり目玉となるのは2点ありまして、1つは、PC 等を備えた DX ルーム、デジタルアートスタジオですね。こちらでは、まあ、例えば韓国文化系列であれば、韓国とのオンラインでの交流であったりとか、VR 体験による歴史とか文化の交流学習ですね、というのを考えております。また環境系列につきましては、地元の里山里海の生態系を再現したアクアリウムの建設を目指しておりまして、そちらでの、生き物の飼育であったり観察実験等の学習というのを、進めていきます。まあ、そこにまたそこに、地域の方々の専門的なですね、知見というのを反映させてもらって、より地域に根ざした学習というのを推進していけるかなというふうに考えております。おお、ありがとうございます。やはりそのいろんな魅力的な人と、さらにはそういった人とつないで何か形にするときのこうサポートできる施設というのも結構大事になってくると思うんですが、そのあたり力を入れてこう整備されているところということで、ぜひそのあたりもですね、チェックしていただいて、自分のしてみたい学び、興味のあることが深められるのはどこかみたいなので見ていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。おます。今サラベツ農業高校さん、銀のサジの撮影場所だったんですよね。おー、ぜひもう少し聞いてみてもいいですか。はい、本校の寮、銀の幸トカチが舞台の、お話なんですけど、中島健人さんにちょっとわかんないですけど、はい、で、その方が、映画に出て座ったソファーも寮にあるっていうことで、はい、なんか、はい、あの女子生徒はちょっと嬉しいかなという、はい、あとはありがとうございます、はい、なんか農業高校ということで、結構あの学校の施設見てるといろんな、はい、こう森といいますか、こういろんな農地をお持ちなんですけれども、はい、例えばどういったものがあるんですか。牛もいまして、はい、あの搾乳、あの牛の乳搾りとかをしながら、
宿泊して、実習を行ったりする、1年生は 2泊、3日、朝早く起きて搾乳してっていうようなことをやって、うん、放課後花とか野菜の畑を、整理してっていうことをやってます。はい、そうですね。結構今日の紹介でもいろんな写真があったんですけど、ぜひ農業高校さんといえばそういう生き物と日々向かい合いながら自分たちのこう活動がもうそのまま形になるというそこら辺も楽しみの一つかなと思いますので、現地に行ってタラベツ農業高校さんが作ったものとかですね、楽しんでいただけたらいいかなと思います。先ほどからですね、オケバンバ君がアピールをしてくれてますので、オケと高校さんも聞いてみたいなと思います。オケバンバ君いかがでしょう。オケト町も小さめの町なんですけども、うん、学校の方と地域のつながりってとても強くて、それこそ来週末には消防の方であるハロウィン祭りをお手伝いしに行ったりとか、先週は社協のお祭りのお手伝いに行ったりとか、そういう機会も多くて、施設の方に実習させて介護の実習に行くことも多いので、そういう面でお世話になってる分、学校のボランティア部が中心になって野菜を育てて、それをその施設の食材の一部として活用してもらうようにっていうようなこともしたりして、お世話になるだけじゃなくて、こちらとしてもなんか少しでもいい形で返せるようにっていうふうな活動をしています。素敵ですね。ボランティア部っていう部活があるんですよね。そういったところで地域の方に力を貸していただくだけじゃなくて、自分たちが力になる、お互いに助け合うっていう、そういう機会も大切にされてるということで、ちなみに寮生の 8割、生徒の8割以上が寮生活ということで、全校生徒ってちなみに何人でした？全校生徒が31人もいます。31人もおられる、もう圧倒的な少人数、こう、コミットしていただく学びというのが展開できますよというのも、オケト高校さんの強みかなと思います。はい。オケバンバ君もめちゃめちゃうなずいていただいてます。ありがとうございます。はい、皆様、あっという間にですね、質問コーナーの終わりの時間が近づいてまいりました。再度ですね、今日お集まりいただいている高校の皆様、早速この後も、個別説明会ある高校様もおられます。再度チャットの方にですね、今後この高校についてもっと聞きたいとなった時にどういうチャンスがあるかっていうのをチャットの方に投げていただけますでしょうか。ぜひですね、ご覧いただいている皆様も再度各学校の今後の個別見学どうしたらいいのかなとか、個別説明会の情報をですね、チャットを見ながら確認していただけたらなと思います。では質問コーナーはこのあたりで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ではここからですね、再度事務局の司会の方から共有させていただきますね。引き続きここの皆様、チャットに再度載せたい情報ありましたらどんどん投げていただいて問題ありません。ご覧いただいている皆様もぜひ終わりの時間までにですね、チャットの方のご確認もお願いいたします。では最後にということで、本日の会の目的を再度確認させていただきたいなと思います。今ご覧いただいている地域未来留学、気になるなと思っている皆様に、まずはたくさんの学校と出会っていただく、ここを目的としたテーマ別でございました。どんな学校が自分に合っているのかな、どんな探究、どんな学びが誰とできそうかな、そういったところをですね、ぜひ自分だけではなくてご家族の皆様と一緒に話していただいて、自分の行きたい高校ってどんなところかなというのを深めていただけたらなと思います。今日も魅力的な学校が数多くございました。気になった学校が見つかりましたら、ぜひ今日からですね、改めて学校の場所どこかなとかですね、チャットに投げていただいたリンクちょっと見てみようっていうところから始めていただけたらなと思います。今後もですね、このようなテーマ別を行っております。10月、今月までが最後となっております。ぜひ気になるテーマがございましたら、どんどんですね、地域未来留学のホームページからご予約いただいて参加していただけたらなと思います。いろんな学校をですね、見ていただきまして、ある程度こういった学校興味出てきたなとなりましたら、じゃあその先ですね、
受験に向けていろんな疑問出てくると思います。そういった受験生の説明会というのも事務局で行っております。10月もですね、まだあと2回ほど設定してございますので、ぜひ気になる方はこちらの受験生の説明会も合わせてご確認ください。本日も終了後アンケートを配布させていただきます。ぜひアンケートへのご回答よろしくお願いいたします。最後になりますが、サポート窓口、今表示してあるところになります。地域未来留学に関するお困りごと、ご不明点ございましたら、今表示してあります、サポート窓口までご連絡ください。ではですね、駆け足となりましたが、本日のテーマ別、探究的な学びを推進する高校も、お時間、迫ってまいりました。本日も皆様ご参加いただきありがとうございました。以上でテーマ別探究的な学びを推進する高校を終わりにしたいと思います。ご参加いただきありがとうございました。また別の機会でお会いしましょう。